ちょい、ラジオです。そうね、さっきね、動画撮ったんですけど、ちょっとあまりにもね、テンションが低すぎてつまらなかったんでね、ちょっとボツにすることにしました。はい。ということでね、まあその、前回のね、動画でも言ったんですけど、まあ今回、昨日のノバ戦ですね、に負けて、ポノサね、チームとして、3連敗ということになって、まあ俺の個人の成績でも、1勝4敗ということで、ね、めちゃくちゃにな成績になってますね。はい、なんですけどね、今回、ですね、このテンションでずっとクラロやってたんですよ。そしたら、なんか17分ぐらい撮ってたんですけど、本当に自分で見返しても、いや、ちょっとな、ってなって、ボツにしたんですけど、もうね、切り替えていこうと思います。まあ、みかんさんとかもね、めちゃくちゃ応援してくれてるんでね。まあ、そういうね、あと、僕のね、普通に、毎回、俺の動画って結構、そのチャンネル登録してる人がね、多く、普通のチャンネルよりも多く見てくれている動画なんですよ。そうなんですけど、そう、なんでかわかんないですけどね。そうなんで、まあ、いつもね、そうやって応援してくれてる人にもね、ちゃんとね、期待に応えられるようにね、今日こそはね、勝ちたいと思いますね。いやー、で、今のところ、ポノスの状況なんですけど、すべて、1v1、最終セットですね、の、フルセットまでも連れ込んでて、で1勝1敗の、で、ゲームもね、1勝1敗、1v1 も1勝1敗の状態から全部負けてる感じなんですね。そう、なので、なんだろうな、まあ、負けてる中では、一番、その、高い、成績っていう、あ、なんて言うんだろう、まあ1勝2敗なんで、そうセットで言うと1勝2敗なんで、負けの中では一番上にいるっていうところなんで、そうなんで、多分その4勝、俺らがここから4連勝して4勝3敗で、同じ4勝3敗のチームがあったら、ほぼそのセット数の勝負では勝ち越せるんですね。そうなんで、まだまだ全然ね、あるんですけど、やっぱり昨日の動画でもね、言ったように、上位4チームに入らないと、上位4チームとね、4位と5位じゃすごくいい差があるので、そうですね。なので、ね、絶対に勝ちたいっていう感じですね。で、今日の試合負けたらね、ついにチームとして4連敗に、ね、なってしまうので、それだけはね、避けたいと思いますね。いや、そうで、俺、ポノスとして、俺が覚えてないだけだったらあれなんですけど、3連敗したの初めてかなって思うんですよね。そう。で、マジで、なんかね、2連敗はあったんですよ。結構ポノス序盤で結構連敗してからバーンって勝つみたいな、結構あるパターンだったんですけど、いや、これがね、いや、きついですね。本当にきついし、しかも、俺は前回、初戦ですね、AUK 戦は自分が勝てば勝ち、負ければ負けっていう場面で負け、今回は、トリプルドラフトですね。で、KK が勝って繋いでくれて、トリプルドラフト自分が勝ったら勝ち、で、負けたら、最終セットにも連れ込むっていう感じで、また負けてしまったということでね。しかも、もう負け方がね、全く同じなんですよね。その 1v1 とトリプルドラフトでも同じで、それまでの準備の段階良くて、当てるデッキの相性とかも結構良かったけど、最後に爪が甘くて負けるっていう、最後の最後でその持ってかれてしまうっていうのはね、やっぱ何個か、そうですね、大体そういう負け方だったので、なんか同じ負け方をしてるのも良くないなって思うんですけど、本当にね、勝ちたいですね。今日はでも勝ちたいしか言ってないんですけど、俺、もう最近動画で勝ちたいしか言ってないけど、勝ちたい。本当に勝ちたいですね。いや、マジで、これで今日負けたら、やばいって思うんですけど、そういうことをね、考えるともう良くないらしいんで、勝つっていう感じで、やっていきたいと思います。まあね、正直ね、俺とかを結構、みかんさんとか応援してくれてて、そのね、名残でね、やっぱポンス応援してくれてる人がもやっぱいると思うんですよ。そう。それで、まあ俺がね、ずっとチームにいたっていうのもあって、まあね、ちょっと、まあみかん応援してたけど、まあ来季も応援してやるよみたいな感じでね、言ってくれる人とかもいて、いや、ありがたいなと思ったんですけどね、まあそういう人はちょっとね、やっぱ失望させる形にはなってしまったんですけど、ここから挽回していきたいと思います。本当に。いや、マジで、勝たないとね、終わるんで、本当に、メンタルが。もう全てがね、終わってしまうんでね。今日こそは、勝ちたいと思います。全力で勝ちたいと思うんでね。また、引き続き、応援よろしくお願いします。いつも応援してくれてる方、ありがとうございます。すごいね、励みになってます、本当に。はい、ということでね、今日はね、こんな感じの動画になっていくんですけど、今日、第1試合目。勝ちたいので、ぜひ、よろしくお願いします。ということで今日は終わります。バイバイ。